こんにちは、ミカです。日本一優しい本格パン作りの教科書レーズン酵母編が出版されました。これまで1万人以上の生徒さんが教えてきたパンの中からえりすぐりのパンを皆さんにご紹介していきます。では作っていきましょう。ビスドール純強気候フランスパン専用粉ですね。こちら 30g とレーズン酵母 30g、 こちらをよく合わせましょう。しっかり混ぜてください。混ざりましたらラップをして室温で6時間発酵させていきます。はい、6時間経ちました。直径7センチのマフィン型に8号のグラシンを入れていきましょう。グラシンがない方は型にバターを塗って内粉を薄くしておきましょう。あとですね、コップか何かに絞り袋をセットしておきましょう。あともう一つ、オーブンに余熱を入れていきましょう。天板を入れて240度で温めておきます。生クリーム 100g、 動物脂肪分 35% です。こちらにグラニュー糖 80g、 お塩少々入れてミキサーでしっかり混ぜていきます。少しね、とろみがつくくらいまで混ぜていきましょう。はい、少しとろみがついてきましたね。わかりますか？このくらいまでね、とろみをつけてください。そうしましたら一度ミキサーを止めて卵を入れていきます。卵2個です。1個ずつ入れていきますよ。全卵です。1個入れたらミキサーでしっかり混ぜていきます。混ざりましたらもう1個入れていきます。しっかり混ざるまで混ぜてあげてください。次にふるっておいた薄力粉、私はドルチェを使います。こちらを 80g、 でその上にアーモンドプードルを 40g 入れていきます。アーモンドプードルはふるわないでそのまま入れていきましょう。こちらをゴムベラを使って混ぜていきます。ボウルもね、利き手ではない方の手でね、回しながら混ぜていくと混ざりやすいです。で、6時間置いたビスドールとレーズン酵母を混ぜたやつですね、加えていきます。混ぜやすいようにね、少し細かくして入れてあげましょう。はい、さらにゴムベラで混ぜていきますよ。発酵させたものをね、ちょっと切るような感じで混ぜていきましょう。まだちょっと塊残ってましたよね。持ち上げてみて塊がね、残ってないか確認しながらね、混ぜていってください。持ち上げることによって固まってた生地がね、切れますので、面倒がらずにね、しっかりね、ここで丁寧に切っていきましょう。だいぶ切れてきましたね。もうちょっとかな。うん、バラバラしてきましたよね。この方からね、しっかり混ぜてくださいね。そこの方にね、結構溜まってますのでね、混ざってないものがね、横から取るとよくわかるかと思います。こんな感じでね、切りながら混ぜていきましょう。だいぶ混ざりましたよね。生地がちょっとね、サラサラした感じになってきたかと思います。このくらいまで混ざれば OK です。そうしましたら最初に用意しておいた絞り袋に生地を全部流し入れちゃいましょう。こちらは口金をつけなくても大丈夫です。絞り袋をお持ちでない人はスプーン2本を使って入れていきます。この時ね、スプーンは少しね、お水で濡らしながらやってあげると入れやすいですよ。はい、絞り袋をねじって逆さに持ちます。先っちょですね、1センチから 1.5 センチぐらいの幅でカットしていきます。カットしたのはね、入らないようにね、しっかりゴミ箱に入れてくださいね。じゃあ入れていきます。
6分目ぐらいまでね、入れていきましょうか。まず全部に入れていきます。絞り袋はね、くるくる回さないでね、一箇所からぐっと入れていってください。ブラシのね、中心から入れてあげるといいですね。はい、6個入れましたら少ないところにまた足していきますよ。8分目から9分目ぐらいまで入ります。これね、卵の大きさによって結構変わってきますのでね。もう1個できそうだったらね。はい、こちらですね、180度のオーブンで25分焼いていきます。ここでちょっとお知らせです。もっと詳しくパンを学びたいという方向けに通信講座をご用意しています。イラスト入りのレシピと動画を見ながらご自宅で学んでいただく講座です。この YouTube チャンネルでは紹介していない美味しいパンの作り方はもちろん、いろんな角度から撮影しているので、より分かりやすく気をつけてほしいポイントを詳しく解説しています。何度も見ながら確認して作ることで上達するのも早くなりますよ。詳しいことは概要欄に載せていますので、ぜひご覧ください。オーブンに入れて6分ぐらい経ちましたら、一度ね、覗いてみましょう。生地の中心がね、こんもり盛り上がってきたら前後入れ替えます。こうすることによってまっすぐね、伸びていきますのでね、やってあげるといいかと思います。じゃあ残り時間焼いていきます。はい、焼き上がりました。こんな感じに焼き上がりました。いい色に焼き上がってますよね。とってもね、しっとりしてて美味しいんですよ。ぜひ皆さんも作ってみてくださいね。ではまた。